インフォーマは世界30カ国以上に拠点を持ちビジネスインテリジェンス事業、学術出版事業、また国際会議などのビジネスイベント運営事業を手掛ける多国籍企業。イギリスロンドンに本社を置きテーラーフランシスやデータマナターなどのグループ企業を持つロンドン証券取引所上場企業。インフォーマのルーツは16世紀から17世紀にかけて 栄えたロンドンの著名なコーヒーハウスロイズコーヒーハウスで1734年に週刊の出版ニュース雑誌ロイーズリストの観光が開始されたことに遡る。ロイーズリストは現役のビジネス雑誌としては世界最古の歴史を有し現在もインフォーマのビジネスインテリジェンス部門で観光が続けられている。インフォーマは1998年に ロイズ・オブ・ロンドン・プレスと IBC グループ PLC の合併によって設立され2004年に学術出版で知られるテイラーフランシスを買収しグループ企業に加えて以降企業買収によるグループの拡大を続けている近年はイギリスとアメリカ合衆国両国を中心に出版事業に加えビジネス情報分析や ビジネスイベント運営企業としても成長しており2005年に国際会議などのイベント運営企業であるやホールディングズの買収を発表2007年にマーケット分析企業のデータマナターを買収しグループ企業に収めた2015年にアメリカ合衆国のイベント運営企業であるファイムエキシビジョンコングレスを買収2016年にマーケティングリサーチ企業の ペントンを買収2017年にアメリカのヨッティングプラモーションスインクを買収2018年6月イベント運営企業のアブム PLC を買収した。インフォーマの事業は現在学術出版部門、ビジネスインテリジェンス部門、グローバルエクセビション部門などに分かれている。ビジネスイベント運営や ビジネスインテリジェンス部門で売上を伸ばすとともに、学術出版部門でも高い売上を維持し、地域としてはアメリカ合衆国が売上の過半数を占めている。日本法人インフォーマグローバルマーケットジャパン株式会社はビジネスインテリジェンス部門の一部であるファイナンシャルインテリジェンスの一部門であるインフォーマグローバルマーケットの日本法人にあたり銀行や証券会社など 金融市場の情報分析を提供する。また、インフォーマインテリジェンス合同会社は、ファーマインテリジェンスのブランド名で、製薬会社や医療機器メーカーなどを対象に、医薬品産業の市場分析や、コンサルティングサービスを提供している。共に、東京にオフィスを持つ。2018年に、インフォーマに買収されたアブム PLC の、日本法人は2020年4月、インフォーママーケッツ、 ジャパン株式会社に社名を変更した。東京にオフィスを持ち、日本史や国際会議及びセミナーの企画、主催、運営を行っている。ありがとうございます。